さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、私が毎年恒例にしている健康診断結果発表のコーナーです。イエ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 イ。ちょっと謎テンションなんですけれども、もうね開けてあるんですけども、中も私は見ておりまして、いいことがあったの、いいことと、まあ、悪いこともあったんだけど、まあ、ちょっと皆さんと見ていきたいなと思います。年末からね、お股をね負傷した事件もありましたり、あとは結構体調崩しがちだったこともあって心配ではあったんですけど、毎年やってる健康診断なんですけど、判断基準っていうのが A から E まであるんですよ。 A、B、C、D、E じゃなくて A、B、C、C1、C2、D1、D2、E ってあるんですけど、去年まで私 D2 っていうのがあって、 E はかかりつけ医のもとで治療を継続してくださいっていう、もともと何かしらの病気があって通院してる方の項目だと思うんだけど、 D2 がね普通の人の中で一番最悪というか、精密検査をしてくださいっていうあれなんだけど、今年それがなくなった、健康になってきてるんだなっていう。なので今回はちょっと緩い感じで見てもらえればなと思うんですけど、まず内科検診、これは A でしたね。身長体重とかを測るやつがあるんだけど、これ身長が 0.5 センチ縮みました。去年ね 147.4 だったんですよ。私146センチってずっと言ってたんだけど、147あったのよ。でも 0.5 センチ縮んだので 146.9 ということで、146センチに公式プロフィールの感じでもなりました。で体重がね、去年 1.4 キロ増えてんの、ね、やばくない？ 0.5 センチ縮んでんのに 1.4 キロ増えてんのね。で BMI は一応こう標準値ではあるんですけど、ちょっとやばいなと思ったので、ゆるくね食生活を改善して、ちょっと最近ずっと家の中だから歩ったりしたいなと思いました。太りすぎてさ、二重幅がさ広がったの、わかる？なんか最近二重なんか片方アイプチしてますかとか、片方幅広げましたかって言われるんだけど、太ってまぶたの肉が増えて二重幅広がったのよ。痩せて顔が小さくなって目が大きくなりましたみたいな、よくインスタで見るけど、太ってもこう二重幅広がるんだと思ってびっくりした。まあ身長体重は A ですね、全部で。聴力も A。 この間そうインスタとツイッターかなでは言ったんだけどね、左耳が聞こえなくなったの急に。突発性難聴だったんだけど、今はねほぼほぼ改善したので、ご心配なくという感じで。何なんだろう、ストレスかな。そんな自分で感じてるあれはなかったんだけど、検査してね1週間ちょっとで治ったので安心してくださいという感じですね。で眼科は右はね変わってないんだけど、左が去年 1.5 見えてたんだけど、今年 0.8 になったんですよ。ただ確か去年の検診ね、両目同じ度数のカラコンをつけてたのね。だから左目がめっちゃ良かったなと思う。なんか右目はもともとすごい悪くて、右目にカラコン合わせるとこうなるので、多分今年のやつがちょうどいい視力なのかなって感じで、胸部胸の CT みたいなの撮ったんだけど、それもA、 肝臓系、まあ、それも全部 A と。尿検査なんですけど、私この検診の前にトイレに先に行っちゃったのね、尿検査を忘れて。で一番最初が尿検査だったんだけど、さっきおトイレ行ってるからやばいなと思って頑張って絞り出そうと思ったんだけど、水をガバガバ飲んでも全然出ないみたいな感じで、頑張ってひねり出して B が出ましたね。尿タンパクっていうやつが B なんだけど、 B ってねわずかに基準値から外れていますが、問題になるものではありません。なので、まあ、多分大丈夫でしょう。肝機能A でございます。脂質系、ここがですね結構ショックだったんですけれども、中性脂肪 B、 LDL コレステロール C となっております。結果からデブと言われたような感じでございますね。なんかね別にそんなに揚げ物オンリーで食べてるとか、パン麺めっちゃ食べてるとかもないんだけど、まあ、確かに今ね結構人生で結構最重ぐらいの体重ではあるし、千葉いる時はね会社に行ったりだとか、あと買い物に行ったりって結構歩く時が多かったんだけど、福島帰ってきてから車があるからね、なんせ歩かないのよ。だからちょっと心配ではあったんですけど、まあこれはね千葉にいる時の2ヶ月前くらいかなの検査結果なので、ちょっとそれより悪くなってそうで怖いので、食生活気をつけようかなと思うんですけど、 LDL コレステロールっていうのが C なんだけど、一応ね去年よりは下がってんの。基準値が60から119っていう数字なんだけど、去年145だったのね。今年が140になってて落ちてるから、来年もちょっとずつ落としてってっていう感じで C から抜け出そうと思っております。ちなみに LDL コレステロールっていうのは悪玉コレステロールっていうやつ、いっぱいあるとやばいんですよ。食事やアルコールの影響を大きく受けますって書いてあるから、あんまりお酒は飲まないから食生活を正そうと思います。で糖尿病検査も A ですね。で血液系、これが去年 D2 だったのよ。いつも白血球の数値がすごく高かったんですけど、今年は基準値以内に収まりまして、他の赤血球とか血小素量とか、なんかそういういろんなやつも全部基準値内に収まってたので、血液系はいい感じに
健康になりました。で、血圧も普通でね、心電図、これもね、去年も一昨年もだったんだけど、心膨張率っていう、なんかこう、心臓が収縮する時の刺激を発生する場所が心房内の動結節以外の場所にあるものを言いますっていうのが毎年出てて、まあ、今年も出たんだけど、これが C なんよね。だから C ってね、経過観察を必要とします。1年後に再検査をしてくださいってやつなので、まあ、これは毎年この検診を受けてるからその時に見てもらってるんだけど、心配ではあるけど、まあ、1年後に見てくださいってくらいだから、別にそんな今やばいみたいなことではないのかなと思って、おります。で、婦人科検診っていうので子宮頸部の細胞を取ってもらって、がん細胞みたいなないかなみたいな調べてもらったんだけど、それも異常がなくて、今回はですね、主になんかやばいなと思ったのは脂質系よ。なんか心電図系はね、別にまあ今年もあるだろうなって思ってたんだけど、ちょっとやばいよね。検査結果からもうちょっと痩せた方がいいよっていう感じで出てるので、免疫力をね、今落としてはいけない時期かなと思うので、まあ、食べつつも食べるものに気をつけて運動したいと思います。家の中でできることってまあ限られてると思うんですけれども、人が少ない時間帯、まあ言うてもね、あの私の地元マジで人全然通ってないぐらいのあれなんだけど、まあその時間帯狙ってちょっと歩いたり、若干軽く走ったりもしたいなと思ってるんですけれども、来年までに改善できるように頑張ります。というわけで、今回は健康診断の結果を皆さんと見てみました。去年より健康になってんの？体重とか増えたし、なんか内臓脂肪も増えたんだけど、去年よりはなんか基準値から外れてるものがなくなってきて、いい感じに健康になってるので、これからもこれを続けていきたいと思います。それでは、チョコバナーでした。バイバーイ。